バトルポイントが1,311まで増えてますね。久しぶりに私確認しましたけれども、バトルファクトリー40時間ぐらいやってますからね。はい。というわけで、現在7連勝中ですね。はい。8戦目ぐらいやっていきます。今晩もよろしくお願いします。オープンレベル。もう今日もサクサクこなしてできれば14連勝まで終わらせてしまいたいですね。気合い入れていくよ。この最初の6体ガチャがもうマジ大事。ここでほぼ決まってるんだよな。はーい。ポリゴン2。あー、電磁波、ソーラービーム、ワンウェポンか。電磁波強いんですけどね。食べ残し、ブラッキー。嫌な音、捨て身タックル。食べ残しで HP を回復していく。お、めちゃめちゃ強いじゃんこれ。気合いの鉢巻き。はい、これもちょっとさっきのカビゴンって特性、あずい脂肪いいですね。カムラ、コラジタか。でも攻撃190しかないよ、レベル100で。光の粉、気合いパンチはね、まあ電磁波とのコンボで使えってことなんでしょうけど、あんま好きくない。あと10万ボルトを覚えときよって思う。何雷パンチって。劣化版10万ボルトでしかないやん。うわ、終わりか。この6体で終わりか。ちょっとね、ランタンは、うわぁ、超微妙だなぁ。ちょっと、じゃあまずミロカロス。で、カピゴンはもうちょいマスト。で、あと1体を、ポリゴン2かブラッキーだなぁ。いや、ブラックにする。よろしくお願いします。非常に耐久力のある3体で挑む8戦目。いける気がする。はい、船乗りのブイチさん、よろしくお願いします。ドンファン、いいですね。ミロカロス出しがちしました。出しがち。はい、波乗り。あっと、ドンファン早くない？おい、これギリダイされるとジタバタ痛いよ。はい、一撃 OK。 はい、2体目メガニウム、宿り木の種打たれた時用にミラーコートではなくレートビームでいくよ。影分身、メガニウム耐久高いですからね。早めに倒さないと、影分身積まれるとマジ厄介。大体こういうやつと回復技も覚えてるしね。回復系の持ち物さえ持ってる。拡散です。デオキシルボ拡散。あっ、草笛でミロカロス眠らっていく。いや、この隙に影分身を積まれる。積まれますよね。嫌がらせかっていう嫌なコンボですね、これね。子供向けゲームに、今子供向けじゃないけど、当時はまだ主に子供たちがプレイしていたんで、世代的にこのゲームを。こういう仕様はマジ、人格形成に影響を与えかねない。当たらない。一方的に食べ残して回復されていく一方だよ。なんか今一方が多かったな。草笛でまたしても眠らされていく。命中率高いな。いくつだよ草笛って。やばいかな。カビゴンで、あ、宿り木の種、やっぱり
宿り木の種と、あれ、冷凍麺だった、宿り木の種と食べ残しでもりもり回復していく方ですね。コーラセロ、まあ、今とりあえず当てたのは大きい。でこの宿り木の種を打たれた状態で張り合うのはバカげているので変えます。変えることによって宿り木が振り切れるんですよ。うん、加護の実を持っているので草笛対策にもなりますね。ただ宿り木の種だけは打ってこないでくれ。影分身、影ブーね、ブ、うん、あっと食べ残しの技エフェクト巻いたらめんどくさい。呪い、うーん、でも宿り木を打たれたからっていちいち交換するのは正直バカげてる気がする。せっかく今ミロカラス起きたとこなんですよね。もうちょい積んでみるか。草笛眠らされてここでカゴの実を消し去られていく。でも相手のさ攻撃技なくないですか。草笛、影分身、宿り木の種だろ。だったらさ、カビゴンピンチになったら眠るで HP 回復して、でその隙に呪い積んで岩なだれで2発ぐらいで倒すぐらいの3段でいくのが、あ、身代わりも覚えてんのか。最悪だよこの方、最悪だよ。いやでもこっちが眠るで回復する前に相手に草笛で眠らされたことによってタイミングよく眠るを発動できないっていうリスクが怖い。うん、いこんだけ詰めば地震でね、岩なだれよりも命中率が高い地震で身代わりを破壊するにはもう十分な火力がありますね。今そろそろ眠っといた方がいいのかな。これまだ大丈夫だよな。 OK、 でここで5回目の呪い、あと4ターン倒れるとなると、あ、眠らされたりすると何ターン寝ちゃうかわからないので、ここで眠る。よし、危ない。かわす。カビゴン HP 全回復ですね。ただ、こっから2ターンは寝たまま。うん。その間、宿り木はもちろん座れっぱなし。一応、もう一発、呪い積んでおきましょうかね。そろそろ起きろ。これが2ターン目でしたね。すいません。いやー、ダメージ食らわせておくか。思ったよりも自信、起きるまでの間にダメージ入っちゃいますね。当たれ、当たる。うん、岩の出る、当てろ。影分身当てろ、当たればいい。5段階上昇の岩の出る当てろ。ふっ、うわー、ダメか。うん、眠るべき、いや、もう一旦耐えてみる。よし、当たるわけ。試合が動いた。やっとイエローゾーンか、マジか。
やっぱもう一回積まなきゃダメだなこれ。こういう5段階上昇、うーわ回復早っ。まず眠る。カビゴン HP 高いから座れる分の HP 半端ないですね。せっかくここまで積んで今更変えるはそれは無理な話だろう。じゃあちなみにブラッキーって嫌な音で攻撃をばっこり下げることができるのか。ただ宿りか食べ残しの回復量よりも食べ残しのダメージ量の方が多いから自利品ではありますね。一回かあれか宿り気ですね、食らったらもうほぼ負け確って感じですかね。相手の残り PP が見れる術が欲しいな、うん、とりあえず呪いもう一回積まないと岩なだれで3発でも倒せない。くっそこのメガニもほんとムカつくな。回避率6段階上昇です。マックス火力のカビゴンで岩なだれを当ててやる。当ててくれ。よし当たるね。6段階上昇なのにいい目を持っている。この宿り木の回復量が、うわーすごい回復すんな。しかも身代わりうまい。岩なだれ当たるねー。影分身相手6回積んでますか。ただこの食べ残しとさ宿り木の回復量で平気で身代わり分ぐらい回復してくれるんですよね。いやらしいわこの不死のメガニウム。あカビゴンこれ終わったか。こっから宿り木の種で座れることを加味すればもうこれおしまいですね。いやでも今勢いあったから眠るを打つ気にはなれなかった。うん、はい、ちょっと相手の HP 回復させてもバカらしいんでブラッキーに一回変えて、ああやる気食らった。もうちょっとこの試合無理っすね。その無理だろこれ。ミロコロスが、いや降参ですわ。してやられた、はあ、最高に後味が悪いが前回7連勝8戦目で敗れてしまいました。まあでも切り替えていきましょう。うわマジでメンタルへこむ。あと15分こっから実況するの結構きついっすわ。序盤も序盤でまだ良かったかなっていうのがせめてもの救いですね。あれがだってね30何連勝とかで起こったらやりきれませんからね。ランタン、あ技10万ボルト覚えてないし、相手は水タイプを含むポケモンが2体以上いるよ。食べ残し、最近会ってなかったっすね、この催眠術めくりゲンが。
めっちゃ強いって言ってくれる人と、その限界弱いよって言ってくれる人がいて、俺の中では評価が、つけづらい感じ。雨受け皿か、水水じゃないんかい。ちょっと外れなんじゃないのか。とりあえず、ルンパッパー、あと雨乞いオーダイルは強い。このルンパッパとのシナジーもあるしね。で、まあ催眠術で見食いゲンガですかね、やっぱり。一戦目から仕切り直し、よろしくお願いします。なるべくこうテンションを上げていきたいんですけど、負けた後って上がらねえっすわ。エミールさん、スターミー送り出した、雷ペンチ、最後ネス。技選択は相手、序盤はランダムなんですけども、次のターンも最近で打たれたらこれやられちゃいますね。おそらくルンパッパの火力ではスターミー一撃では倒せない。一撃どころか二発でも倒せない。ほんまか。変える？いや、変えてもみんな二発でやられるわ。ゲンガーは一撃でやられかねない。雷パンチ、ここで電磁波、この貝殻の鈴による回復、あ、麻痺、美味しい。これにより相手のサイコゲネスもう一発耐えられそう。雷パンチ、あ、運ゲー。ルンパッパ頼む。体がしびれて動けない。オーケー。二分の一だよ。二分の一だよ。うわあ。変える？いや変えない。いいよ。混乱している。よし。ルンパパ敵図を追いましたが、なんとかスターミを撃破。ルンパパの頭に乗ってるあれ何あれ、パイナップル、鬼ドレル。雷パンチの方が波乗りより威力高い。雷パンチ、おっと、泥角で命中率が下げられていく。まだ混乱してるのが長いよ。あ、いいね。2分の1かけ4分の3を引いて無事相手を殴りつけていく。ルンパッパ踏ん張りが効きますね。あ、そんなに言ってたら破壊されていく。どうしよっかな。今ゲンガの方が上から催眠術打たそうなんですけど、技が夢食いしかないんですよね、あのゲンガ。そうですよね。そうだから、ワンウェポンなんで、この催眠術を外すと、一方的に殴られ損っていう、波乗り。から元気、威力は70。それでもこの威力。はーい。まだあと1体います。ぬおーって特性、貯水、湿り気、どっちだよ。まず波乗りで様子を見る。あ、貯水ですね。間違えた。湿り気ですね、湿り気。爆発系の技が打てないっていう。しかも九州に当たってますね、これね。はい。カウンター意味ない。いやー。オーダル、思ったより強いっすね。ヌオー相手にあんだけ九州とはいえダメージを与えられるとは、もっと角4ぐらいかと思いました、角4。2人目、相手強いポケモンいましたっけ。オーダイルが正直微妙。手放し、スターミーと交代。
ルンパッパと交換すべきだったかな。あれ、影分身撃ってくるやつ結構多いんで、バトルファクトリーって。ツバメ返しみたいな必中技貴重だったんですよね。さっきのオーダル覚えてたんだけど、この判断がケチと出るか強と出るか。スターミーの技構成は、うわ、波乗り覚えてないんか。ってことは、ここで雨乞いを打ってもあんまメリットないっすね。暴れる。うぅ。波乗りで相手にやったダメージ量によって、こっちの HP が回復するんですよ。これで相手の暴れるをもう一発耐えられそう。微妙。さっき100。うわぁ、ダメだ。相手の暴れるノーマルタイプの技なので、ここでゲンガーに変える。ここで影分身とかかると一方的に詰め放題なんですけどね。催眠術。ほい。当たらない。自身も当たらない。ゲンガーってさ、めっちゃエスパータイプ感あると僕思ってるんですけど、これゴースト毒なんですよ。だからエスパータイプの夢食いはね、タイプ不一致なんですよね。そこがちょっと弱い。ゴーストエスパーでよかったよな、絶対ゲンガーな。はい。そしたら強すぎたのかな、逆に。強すぎるがゆえに、毒っていう、ちょっとね、あの初代で自信が強かったんで、毒タイプを入れることによってゲンガーが強くなりすぎないような調整がされた説を押すわ。だってあんま毒感ないじゃないですか、夢食い。ほら、拡散だろうな、これ。あ、急所。強い。強い。やっぱこの方の弦が強いっすわ。視聴者様の意見では強い説と弱い説で二分されておりましたが、俺は強い説の側につく。まずメロメロ。ゆるたんこは非常に耐久が高い。まあ言うまでもないですよね。第二世代で赤根のミルタンクがもう屈強もいいところだったんで、なるべく相手にこういう風にね、その足首掴んで、相手が動きづらくすると、メロメロ怪しい光で相手が動ける確率は2分の1かけ2分の1。動けるけ？はい、動けない。さらに催眠術が当たらない。動けるのか？メロメロだぜ。うん？はい。催眠術、おい。眠ってる間はしかも混乱継続ですからね。で、夢食いと。はい。剣が強い。結構入るね。もう夢食いはご存知の通り、ダメージ量によってこっちの HP が回復するので、この弦が非常に高い耐久を持っているということになりますね。あ、急所。よう当たるな。はい、対戦ありがとうございました。強い。千春さん、ありがとうございました。まだまだ行きましょう。3人目。変えようかな？
ルンパッパを手放しましょうかね。で、ケンタロスが、ケンタロスとウィンディどっちが強いかな。技がでも、ケンタロスは、暴れるが強かったな。あと、自信も覚えてたな、ケンタロスな。よし。初代、ポケモンリーグ、最強格と謳われた、ケンタロスと、スターミーとゲンガー。なんか、初代ポケモンリーグ97、あれ、ニンテンドカップ97を彷彿とさせるところか、もう絶対こいつ解雇中だろうっていうようなパーリーが出来上がってしまいました。ケンタロス、スターミー、ゲンガー。まんまですよね。当時、このメンツで、まあ、その話はともかくとして、から元気。あ、いいね、強い。相手もから元気。相手が物理型だということを懸念して威張るを打たなかったのはいい判断ですね。ほんと耐えられてしまう。だが相手が打つから元気と、おっと急所か。相手が打つから元気とこちらのから元気、威力がまるで違いますね。元気がねえな、フライゴン。あん？で、こういうやつにはゲンガーを当てていくと。はい、カウンター効かない。はい、催眠術で眠らせられない。あっと、カウンターは効かないよ。おい。え？あっと、イワンダルが効くよ。食べ残しのおかげで確実にもう一発耐えられますね。当てろ。当たりなさすぎるでしょ、命中率 60% なのにね。許せない。やっと当たる。これで相手眠ったままだから、寝ている相手の必殺ドリームイーティング。え、なんという力技。先制技を打ってきて素早さを逆転させることで無理やりこちらの夢食いを回避した針で、今こいつやりますね。やりますね。これ催眠術でもう一度二度寝させていき、必殺ドリームイーティング。おっと、相手またしても猫魂を打ってきた。効果抜群だよ。しかも張り手は非常に HP が高いですから、ゲンガー全回復。効果抜群でもこんだけしか入らないって、張り手はちょっと硬すぎん。夢食い威力100ですからね。耐えやがったこいつ。よし、このゲンガマジ強えな。ラスト1体ウツボットを眠らしていくよ。なんか異様に命中率が低いよな、催眠術な。本当に 60% あるのでしょうか。バトルファクトリーだと異様に命中率がなんか改ざんされてる気がするわ。気のせいじゃない、気のせいとは思いたくないというか、気のせいでは説明がつかないほどの命中率の下振れを感じる。ハイドロポンプとか特にそう。はい、いいダメージが入る。 HP が全回復していく。あっと、目覚めが早いよ。お、珍しい技エフェクトですね。甘い香り、こちらの回避率を下げる技です。自分の命中率を上げるのではなく、相手を下げることによって相対的に自分を有利に持っていくことをする。
やらしい戦法ですね。これ YouTube 界のこれタブーと言われている。で、他のその配信者様とかをディスることによってなんか自分を相対的に上げようみたいな。だいたいそういうことをするとコメント欄で叩かれるんだよ。だからタイミングです。これ絶対命中率 60% ないと思うんですけど。当たる。やっとか。グーグー眠っている相手に。はい、ありがとうございました。オッケー。はい、もう一戦やっちゃいます。もう一戦やっちゃいましょうか。非常に強力なパーリーですからね。ハリテアンも欲しいな。ハリテアンも欲しい。スターミーとどっちがハリテアンも強いかな。サイコキネス、ワンウェポンは弱いか。スターミーを手放し、ハリテヤマをいただく。ケンタロスはハリテヤマ、ゲンガーと。何の統一性もないパーリーですね。まずはフーディンを繰り出してくる。おっと、ニンテンドカップ97の対面です。暴れるじゃ一撃で倒せないですね。空元気2発でいきましょう。こっちの方が早い。130度が相手に上手を取っていく。このパンチ、やけどになるなよ。こんな効くんかい。はい、まずいったよ、倒す。ジルタレス。HP がだいぶ減ってきたので、暴れるにシフトしていくよ。威力は空元気よりも高いですが、2、3ターン攻撃した後に自分が混乱状態になってしまうというもろはの剣です。はい。あと他の技が途中で選べなくなるっていうのもデメリットですね。あ、急所。来たー。ほら。こういう時に自信を打ち込めなくなっちゃうんだよ。キーの見て治り、自信を打ち込んでいく。相手は鋼岩なので自信は4倍ですが、ボスごとで非常に防御が高いので多分そろそろ止まる。はい、止まる。あと爪の返し耐えられない。耐えられない。これ耐えた耐えた。はい、 OK、 ありがとうございました。はい、じゃあ今日ここまでで。いやー、8戦目でメガニウムになんかね、いたぶられて相当私萎えてしまって、ちょっとその後のこのね、動画がちょっと喋れなくなるんじゃないかと思ったけど、まあちょっと引きに恵まれたこともあって、なんとかまあ精神衛生上今夜は熟睡できそうですわ。ご視聴ありがとうございました。